今からついにサプールの方にお会いしてきます。大サプールと呼ばれているセブランさんにお会いすることができそうです。すごい楽しみ。ここで簡単にサプールの説明を。ちなみにこの手前のベージュのスーツの方がセブランさんで、この方にお会いしました。今日会う場所はボコンゴっていうエリアのデギーっていうお店で、結構そこはサプールの方々が集まるカフェ飲み場らしくって、そこでセブランさんと合流します。いろいろ事前にサプールについては勉強したんですけど、聞きたいこと、まあ、コロナを経てどうなったかとか聞きたいことたくさんあるので、いろんなお話を聞いていきたいと思います。今後川沿いをタクシーで向かっております。ここのデギーっていう場所が、昔かつてはザ・ブルーマン、ブルーなんちゃらっていうところが、かつてサプールが集まる場所だったらしいんですけど、そこなき今はこのデギーが、デギーというカフェがサプールが集まる場所になっているそうです。でこの通り7月8月、涼しい時期になるとサプールの皆さんが来て、たくさんお祭り騒ぎになるそうです。あ、本当だ、ステッキが。Thank you.
増えてきてるし、なんかこう期待するものは、例えばパリ、まあ、フランスの何かと一緒に仕事をしたりとか、なんかイベントがあったりとか、結構外の国とどうつながってるのかな。
しい。どこデビュー？全然違う。Maintenant, on m'a dit, quand j'ai essayé, ça fait pas. Maintenant, là, vraiment, le sashimi, ah, j'ai mis. Sashimi. Tu trempes dans la soupe. C'est la sauce. Ouais. Dans la sauce. Oh, moi, j'ai il y en a là, le sashimi. Non, désolé, je n'ai pas de sashimi maintenant. Thank you.